はい、どうも、だらげです。今日はですね、相場分析ではなくて、久々に初心者が始めるならまず何をやればいいのかっていうところの、動画をやっていきたいと思います。すでにやっててね、これは私やってなかったよっていう方もいると思いますので、ぜひね、見ていただきたいというふうに思います。基本中の基本ではあるんですが、めちゃめちゃね、大事な投資における大事な要素かなというふうに思っておりますので、最後までご覧ください。はい。で、相場分析の方もね、この後動画出したいと思うんですけども、まずはこれをね、見ていただいてからというふうに思います。で、今マーケットはですね、今これ画面上、これビットコインのリアルタイムの動きなんですけども、常にこうやってね、取引がされているという状態ですね。アメリカからの資金が結構多いですよね。で、これを見た感じ、他の国がパラパラという感じで動いているという形になっております。はい。で、投資といってもですね、まず僕は仮想通貨がね、結構メインでやっておりますので、仮想通貨における投資で、大事な要素ですね、っていうところを見ていきたいと思います。一応ね、メモにね、簡単にこうやって書きました。はい。まず一つ目はですね、取引所選びです。はい。投資のやり方とかね、云々は、いっぱいあるんですけども、大事なところって。それよりも、何よりも、まず最初にすべきところというのは、取引所選びです。はい。言うならばですね、いろんな、お店ですね。お店に行くときに、同じものを買っても、お店によって値段が違いますよね。それと一緒で、取引所によってはですね、何ですかね、取引するときの送金するね、お金が違ったりとか、いろいろあるわけですよ。取引をするだけで、お金がかかる、手数料っていうものがね、かかってきますので、その手数料が高いところを選ぶと、取引をするだけで、大きくマイナスにね、傾くことがよくありますので、そこはしっかり、選んだ方がいいかなと思います。で、その取引所で買い方ですね。買い方っていうのが2種類大きく分けてあるんですけども、普通に取引をする方法と、販売所形式っていうふうによく言われているんですけども、もともとその取引所がもうすでにビットコインとかを買っていて、その中から、取引所の人たちに、売るっていうね、1個そこに間が挟むんですね。このやり方で買っちゃうと、仲介手数料がね、かかりますので、大きく手数料がかかってしまう。ですので、直で取引できる取引所を選ぶべきだと、いうことです。はい。で、僕がね、いつもね、手数料安くて、チャート分析もね、豊富だよっていうところをいつも紹介しておりますので、それは概要欄の方に載せておきます。ビットバンクっていうところなんで、そこをね、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい。まず一つ目、取引所選びですね。はい。で、続きまして、情報収集ですね。これはね、いろんなやり方があるんですけども、僕がやってるのは、普通の一般的な記事。日本の記事ですね。経済的な記事。そして世界の記事。そして、仮想通貨に特化した記事っていうものを、ちゃんとジャンル分けして、それぞれを見ています。はい。これはね、ファンダメンタルって言って、市場の動きによってね、この価格に影響することってよくありますので、しかも結構大きく動くことって多いんですね。その場合に、即座に対応できるように情報収集、これは、もう習慣化した方がいいです。はい。毎日の習慣です。僕はね、朝起きて筋トレして、筋トレ終わったらですね、コーヒーとか、何か飲みながら、タバコ吸いながら、まずはこの情報収集をいつもやっております。はい。ここですね。で、続きまして、チャート分析ですね。ここはですね、ちょっと時間がかかると思います。覚えるのには少し時間がかかると思うんですけども、毎日ね、やっとくと用語とかね、そういったものも覚えてきますし、耳が慣れてきますので、ファンダメンタルとかいう言葉を使ってもですね、ああ、ファンダメンタルとはこういうことだっていうふうに、徐々に徐々に慣れてきます。
ですので、このチャート分析っていうのは、しっかりやっておいた方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、このチャート分析って一重に言ってもね、まあ、人それぞれね、感じ方だったり、まあ、やり方も違ってきますので、それはいろんな YouTuber さんとかを見ていただいて、自分に合ったものをね、すればいいと思います。まあ、僕はね、いつもこのチャート分析を動画で出しているので、まあ、僕の動画もね、見ていただけたらというふうに思います。はい。で、もう一つですね。これが歴史ですね。これ歴史っていうのはどういったことかっていうと、まあもちろんですね、仮想通貨自体の、まあなんていうのかな、こう、どうやって仮想通貨ができたのかとかですね、ブロックチェーンとは何ぞやとかですね、まあそういう歴史もね、まあ興味があればもちろんね、見た方がいいんですけども、価格ですね。価格の歴史。今までこういったイベントごとの時はこういう動きをしてきたよとか、こういう、バブル期にはこういう動きをしたよとか、こういう悪いファンダメンタルが出た時は、こういう風な下げ方をしてこういう風に反発したよみたいなね、こういう歴史を見とくと、いうのは結構非常に大事ですし、まあ前もってね、その例えばなんかファンダメンタルに影響しそうだなっていうイベントがあった時に、過去に同じようなイベントがあった時の、値動きっていうところをですね、見とくとかなり参考になる。まあ同じようなね、値動きをすることってよくありますので、こういったのは見といた方がいいと思います。で、この歴史にね、もうちょっと付け加えるのであれば、仮想通貨一つ一つにですね、結構個性があったりするんですね。はい。結構爆上げした後はですね、60% 下げることが多いとかね、例えば昔のリップルで言ったら、爆上げしたら全戻しっていうのがね、結構基本的に行われてた時代がありましたけども、そういったのもですね、まあ、一つの歴史として見ることができるかなというふうに思います。はい。で、基本的にはやるべきことっていうのはもうこの4つです。はい。この4つ、まあ簡単にね、4つと言いますけども、これ一つ一つを結構ね、研ぎ澄ますって、どこまで自分がやっていくのかっていうことで変わってくると思うんですけども、まあこの4つをしっかりやることによってですね、まあほとんどの方は結構な利益を上げていけるというふうに僕はね、思っております。はい。まあこれ基本中の基本です。取引所選び、情報収集、チャート分析、歴史ですね。はい。この4つはしっかりやっていってください。で、こっからはですね、まあちょっとメンタル的なね、まあ大事な要素にはなってくると思うんですけども、この下に書いているこのシンプルに続けるということですね。はい。投資でですね、一番大事なことって何かって聞かれたらですね、まあ、この4つのこの要素は、まあ、基本中の基本なんだから、まあ大事なことは大事なんですけども、これらをですね、続けることなんですね。はい。ああ、ちょっと突発的にやってしまったみたいなね、ことって結構あると思いますし、意外とこの4つってできてないと、おろそかになってることってよくありますので、まあ、この辺をシンプルに続けるっていうのは非常に大事なことです。で、続きまして、この無駄に取引しない。これはですね、取引をするたびに手数料がね、かかるわけですね。はい。まあ、先ほどお伝えした、どんだけいい取引所であってもですね、少なからず手数料というものはかかります。ですので、無駄にね、取引をしちゃうと、まあ、良くないということもありますし、まあ、高値掴みしてね、目先の利益に、惑わされて、結構次のね、投資、だから回転ですね、買って売ってを繰り返すんですけども、この次買うときっていうところが、意外と変なところで売ってしまったんで、買い時が分からなくなっちゃうみたいなね、こと結構ありますので、この無駄に取引しないっていうところです。で、それが目先の利益に飛びつかないっていうところに、まあ、関連してくるよね、ということです。はい。まあ、これがですね、まあ、僕の中で、まあ、投資をね、まず始めるのであれば、大事な要素になってくるというふうに思います。まあ、ここからね、中級編、上級編っていうふうになってくると、まあ、情報収集の仕方とかですね、チャート分析なんかはもうかなりね、いろんなやり方がありますので、ここをね、もっと深く掘っていったり、まあ、歴史とこの取引所選びっていうのは、まあまあ基本的にね、何か変わるわけじゃないんですけど、やるかやらないかだけだというふうに思うんですが、まあ、この情報収集、チャート分析っていうところが、まあ次にね、つながってくるというふうに思います。
はい。で、まあ、シンプルまとめですね。まとめて、まあ、言えることっていうのは、この確率を上げる作業なんですね。はい。まあ、例えば、最近じゃないな、ゲームとか、まあ、そういったもので考えると、麻雀ですね。麻雀で言ったら分かりやすいと思うんですけども、まあ、1回、2回やっただけじゃですね、本当に運要素があると思うんですよ。負けることも結構あると思うんですよ。でも、強い人っていうのは、長くやればやったしこ、勝率が上がっていくんですね。それはなぜかというと、確率を上げているから。より確率がいい手法を頭でね、考えてやるからこそ、勝率が上がっていく。まあ、麻雀よりも運要素はないと思いますよ。実力、努力でね、どうにかなると思います。投資の方が。なると思うんですけども、まあ、例えるのであれば、麻雀と一緒で確率を上げる作業です。それがこの4つの方法とメンタル面ですね。こういったところで、上がってくるよ、ということになります。はい。まあ、初心者でよくありがちなのはですね、まあ、例えば、いくらか買って、ボーンと爆上げしたよ、と。ね。で、もうそこの目先のね、利益に飛びついて一回利確します。で、また、その利確したタイミングでまた上がっていってるよっていうところで、ああ、そうかそうかそうか、じゃあまた買おう。また上がってるぞ、買おう。買ったはいいんだけども、一回下がりました。あ、下がってきたな。でもまたここからバウンドして上がっていくだろうと思ってるんだけども、ずる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 下がっていって、結局プラマイゼロみたいなね。これ結構ありますよ。僕もね、過去には同じ失敗やってますんでね。はい。まあ、ここをしっかりとですね、やらないと、まあ、投資はね、まず利益を残せないかなと思います。お金にね、振り回されちゃいけないですね。うん。いくら利益が出たかではないんですね。100万稼ごうが1億稼ごうが関係ないんですよ。自分が投資してから何パーセント自分の投資資金から上がったか、ここを明確にちゃんとそのなんていうのかな、まあ、そのタイミングとそのパーセンテージで考えた方がいいですね。はい。だから100万が200万になるのと20万が、ん？あ、10万が30万になるのではですね、10万が30万になる方が、僕はね、スキルとしてはすごいわけですよ。まあ、これはわかりますよね。はい。金額的にはもちろんね、100万が200万になった方が多いですよ。多いんですけども、10万が30万になるのと、100万が200万になるのであれば、10万が30万になる、このパーセンテージっていうものが、まあ、今後のね、長期で見たときに、そのやり方を活かせるっていう意味では、大事になってくると。いうことです。はい。ですので、まあ、まだね、やりたいけども始めれないという方はですね、まあ、いよいよ来年再来年ぐらいにはですね、またちょっとね、価格が上がってきそうなね、感じになっておりますので、まあ、ぜひここでね、検討してもらえたらなというふうに思います。はい。ということで、今日は初心者向けの大事な要素4つをですね、紹介しました。今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。この後ね、相場分析やっていきたいと思いますので、またそちらの動画の方もご覧ください。それではこの辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確できず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。おつ